休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に22番横田勉議員。議長の許可をいただきましたので、質問を2点させていただきます。まず1点、カキ養殖から検出排出されるカキ殻の再利用について、全国で第4位を占める兵庫県の中でも、年々生産量が増加している蜜のカキ養殖は、辰野市民としても大変誇りに思っております。今年のシーズンは貝毒で少しスタートが遅れましたが、2月の末ごろに室津で食したカキは、貝殻からはみ出るくらいプリプリでとてもおいしくいただきました。その時に消費されたカキ殻が一体どのように処理をされているのか、興味を持ったわけであります。そこでネットで調べますと、広島県福山市では、カキ殻を充填したメッシュパイプで組み立てて作った魚礁で、魚の餌場や住み場として、豊かな海づくり、海の森づくりに貢献している企業を知りました。また、倉敷市では、カキ殻を加工して、稲作や果樹園などに必要な肥料として、JA 組合を通じて利用されていると聞きました。その結果、田んぼにおいてはカブトエビやホウネンエビなどの水生生物が多く生息し、豊かな水田に変化しているとのことであります。お聞きいたします。密地域におけるカキ殻についてはどのように処理されているのか、また再利用されているのかをお伺いいたします。2点目、少年消防クラブの取り組みと機能別消防団について、今年3月11日にはご承知のとおり東日本大震災が発生して10年が経過いたしました。改めまして復興とご冥福をお祈り申し上げます。しかし、あれから毎年のように災害が発生していることはご承知のとおりでございます。調べますと、大きな地震が4件、風水害が13件、大雪、暴風雪が6件、それぞれが大変な被害を被っております。それも一度ならず、覆いかぶさるように重なって襲ってきております。本当に自然は容赦しない。ますます温暖化が進み、太平洋プレートは歪む。決して絵空ごとでは済まされない状況になってきております。市内の消防団員数においては条例定数は1500人で、実員数は1326人と減少の一途をたどっているようですが、消防庁によると平成30年度において少年消防クラブは全国で約4600のクラブ、約41万人のクラブ員が活動をしているとお聞きします。少年消防クラブの役割は、大人同様に災害時に救助することはありませんが、子どもながらの防火、防災の勉強や体験学習を行い、自分たちのふるさとは自分たちで守るをモットーに頑張っていってもらいたいと思っております。そして、私たちの願いは、少しでも多くの少年消防クラブ団員が時代の地域の防災のリーダーになってほしい、育ってほしい。そのためにも地元の消防団員や消防士が率先をした
指導に当たっていただくことを切望しております。1点目、現在西播磨消防組合の消防士が中心とした少年消防クラブが組織されているとお聞きしますが、具体的なクラブ組織と詳細な活動をお伺いいたします。2点目に、以前木の別消防団の設立について質問をいたしました。現在どのように進捗しているかをお伺いいたします。産業部長。22番横田勉議員のご質問のうち1点目の牡蠣養殖から排出される牡蠣殻の再利用についてのご質問にお答えいたします。議員ご承知のとおり、播磨の牡蠣が育つ播磨灘は河川がもたらす豊富な栄養と生殖に適した牡蠣を生産できる正常さを併せ持つ二枚貝養殖にとって絶好の漁場となっており、生産量全国第4位の兵庫県において、辰野市産牡蠣の生産量は年々増加している状況となっています。本市においては室津漁業協同組合及び岩見漁業協同組合の事業者において、牡蠣養殖及び直売所として地元小売店をはじめ京阪神関東方面まで辰野市産牡蠣が流通しており、牡蠣シーズンにおいて両漁港はにぎわいを見せております。また牡蠣の生産量の増加に伴い牡蠣殻につきましても増加している状況になっており、全国の牡蠣生産地におきましては魚礁や果樹園の肥料などに再利用されているところでございます。さて本市における牡蠣養殖から排出される牡蠣殻の再利用についてでございますが、令和元年度の牡蠣殻の処分量は室津漁業協同組合では15事業者から約1000トン、岩見漁業協同組合では4事業者から約180トンの量が出ております。その処分方法につきましては、両漁業協同組合とも産業廃棄物処理業者を通して搬出し、その後加工業者により肥料化されていると聞いております。いずれにいたしましても兵庫県の認証食品としてブランド化を確立し、地元水産物の消費拡大を図るよう水産振興を推進してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。総務部長。続きまして2点目のご質問の少年消防クラブの取り組みと機能別消防団についてお答えいたします。まず1番目のご質問の西播磨消防組合の消防士が中心とした少年消防クラブの具体的なクラブ組織と詳細な活動などについてでございますが、西播磨消防組合に確認しましたところ、本市と大市町内の小学4、5、6年生を対象とする辰野大市少年消防クラブが組織されており、令和2年4月現在のクラブ員は辰野市内が32名、大市町内が15名で、合わせて47名で活動しております。当該クラブは防火防災思想の普及を図ることを目的として結成されている組織で、西播磨消防組合においては各所それぞれの取り組みとしてさまざまな工夫を凝らしながら防火意識の啓発を行っております。詳細な活動でございますが、今年度においては新型コロナウイルス感染症予防の観点から中止を余儀なくされましたが、例年は辰野市民祭りにおける防火パレードや消防出初め式での消防総合演技、また防災組織の見学や古代の火起こし体験、街中にある消火栓の場所を探しながら家族と歩く消火栓探索ラリー等体験をもとにした学びに重点を置いた教育にも心がけています。当該クラブは
前身の一つである伊南少年消防クラブの発足から数えると38年の歴史があり、西有馬消防組合の消防士の中には少年消防クラブへの参加がきっかけとなった職員もいると聞いております。また防火意識の高揚普及に努めて地域防災に貢献することを目的として、辰野市及び太子町内の幼稚園保育所子ども園の児童をクラブ員とする辰野太子幼年消防クラブ連絡協議会を設立するなど、さまざまなクラブが活動を行い、地域における防火防災思想の普及、地域防災の担い手作りに努めております。次に2番目のご質問の機能別消防団は現在どのように進捗しているのかについてお答えいたします。議員ご承知のとおり、近年消防団員の減少が全国的な問題となる中、消防庁では消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行を契機として消防団への加入促進等に取り組んでおり、兵庫県においても特定の災害活動や役割を担う機能別消防団員制度の導入を促進するための補助制度が創設されたところでございます。これを受け、平成31年4月に本市で初となる企業と連携した機能別消防団員5名を任命いたしました。機能別消防団員の活動といたしましては、企業の就業時間内において企業所在地域内で発生した火災等の初期消火や大規模災害時における消防隊の後方支援等を想定しています。また従業員に対する消火応急救護等の指導も行っていただいております。幸いにも企業所在地内における出動要請が必要な災害等はございませんでしたが、有事の際には連携を図っていくこととしております。いずれにいたしましても、地域防災力の充実強化には消防団員の役割は大変重要でございます。今後とも消防団員の確保に努めてまいる所存でございますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。22番横田勤議員。ありがとうございました。まず火器の方の関係なんですけれども、今トン数もちょっとお聞きはしたんですが、費用的なものいくらぐらい、その処分費用として使っているのかお分かりになりますか。産業部長。そこは漁業者と産廃業者の取引になりますので、そこまでは聞いておりません。今回ですね、この火器の関係で、質問をさせていただいた中には、大きく2つ、そのいわゆる肥料的なもの、それから、魚礁的なもの、その2つを、これから考えていただきたいなということで質問をいたしました。でまず漁礁の関係はですね、常任会で岩見の月層の関係で、ちょっと質問もさせていただいたんですけども、もう一度その岩見の月層事業、漁業経営構造改善事業ですか、これについて担当ちょっと詳しく教えていただける。産業部長。この事業はですね、各年で、室津と岩見とこう1年おきにね、している事業でございます。築磯石をですね、入れて、でその水生生物をどれぐらいこう着氷しているかっていう調査もしておりまして、そういう事業に、両組がこう各年で行っている事業でございます。22番横田勤議員。質問の中でちょっと言わせていただいたんですが、いわゆるメーカーの関係ですので、どこがどうだということは言わない方がいいんだと思うんですけども、その
実際これだけたくさんのカキ殻をですね、消費しているというんですか、排出しているという、それはすべて、今部長言われたように、産廃業者の方に渡して、すべて処分をしてくれているということで、それはそれで結構だと思います。山になって一周するようなことでは全くどうしようもない話ですから、そういう点はいいんですが、先ほど言いましたような形で、業者が、福山の業者がやっぱそういったようなものをこしらえている、これ明確的なことだと思ってなんですけども、JF シェルナールというようなことで、もともとその社長も漁師さんだったということですが、その方が、メッシュ状の筒、それに対してカキ殻を入れる、でそのカキ殻を入れる時期というのは、いわゆる閑散期で暇な時にそういった作業をして、それを鉄骨で組んだような、いわゆる魚醤油ですね、そういったようなものに入れていく、でそれを、塩焼けしたような状態のところに沈めていく、ですから、沈めるというのは今のその石をということと一緒だとは思うんですが、せっかくそういったカキ殻を出している当地ですから、そういう意味ではそれをうまく利用する、要は海のその産業廃棄物をうまく利用して、結果的にそこにエビとか、それからいわゆるカニとか、そういったようなものプラスアルファ魚の稚魚というんですかね、それの隠れ家になるわけで、非常に有効的だと。ですからそれと今のその石を積んだものとがどれぐらい違うものか、いやほぼ石やでというようなことなのか、私はもう全く素人ですから分かりませんけども、そういった取り組みをするということ自身が非常にいいことではないかなと。どん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 そのいわゆる行政としても進めていくべきものではないかなと、そのように思っておりますけども、部長その点お聞きします。産業部長。ですね、漁業協同組合にこうお尋ねしますと、辰野市の両漁協ですね、両漁協ではですね、今高級魚じゃないですけども、ナマコですね、ナマコが高級化しておるんですけども、非常に増えてきていると。それとメバール、カサゴ、この辺もね住み着いているというふうに聞いてます。ただ今も申し上げましたように、私たち一般家庭がカキを買ってそれを食して捨てる場合は一般廃棄物でなるんですけども、事業主があるいは協同組合が出されると産業廃棄物になるんですね。その辺の取り決めがお互いその漁業協同組合、事業主さんで取引業者さんがその辺は委託契約を結ばれるんで、そこは非常にこう行政としては入りにくいところがあると思うんですが、その辺の話は両漁業協同組合とお話は、こういうことはどうでしょうかというお話はさせていただくことは可能かと思います。22番横田総務議員。今お聞きしますと、室津と岩見と交互にということで、基本的には先ほど言われたような石を積んでいくというような漁礁作りということで考えていいですか。産業部長。この事業は月磯事業というんですけれども、その通りでございます。22番横田友議員。ですね、その JF シェルナールという漁礁につきましてはね、ネットで見る限りですが、特許も取られている、それから、28都府県においてもう9000基というものが設置をされて、非常に、海外の方にも出されているというようなことでですね、非常に、言うと優れたものというか、プラスアルファその産業廃棄物的なものをうまく利用したという捉え方ね、
全国でたくさんありますからね。ですからそういう意味で、まあ、先ほどちょっと聞きましたけど、石とこのカキ殻とどのように違うかということはそんなに変わらないかも分かりません、かも分かりませんけども、大きな産業、結局、密地域においての生産量ですね、それについては非常に辰野市ももちろんまあ潤っているし、漁協自身の売り上げ、全体の売り上げでもほぼ7割ぐらい、7割以上なんですか、そのあたりちょっと分かりませんけど、もしそれ分かればちょっと教えていただけます。牡蠣の、全体の売上量のが何割ぐらいか、全体の漁獲の関係でいうと。宣言部長。売上に関しましてはね、協同組合から通したものについては把握できているんですけれども、各事業主さんが店頭販売している分がございますので、そこはちょっと、こちらのほうで把握はできません。22番、横田総務議員。まあ、とりあえずは、そういったような形で、非常に、まあ、優れたものと、私自身、当然ながら素人です、ただネットで見て、すごいらしいよということであるんですけども、市長、ちょっとその点、私が今言ったような、その地元で出している海の廃棄物を、それを利用するという考え方について、市長、ちょっとお考え方。まあ、そういうふうにですね、地元で有効活用できるようでしたら、それは有効活用していただいてですね、まあ、それ採算性もあると思うんですね、実際にやるには。やはりそこら辺はですね、やっぱり組合とですね、まあ、相談して、そういうことをやって、採算性が合うんやったら、業者もされると思いますけど、なかなかそこら辺がですね、打ち合わせもしておりませんので、また機会がありましたら、そういうことも言っていただきたいと思います。はい、22番、横田総務議員。はい、まあ、何度も言いますけども、出したものをうまく自分たちでいわゆる有効利用するんだというものの考え方ね、その中でやはり、当地というですか、出しているその当地としては、私はもういい考えではないかなと、まあ、そのように思います。また今後の検討課題として、よろしくお願いしたいと思います。でもう一つ、その肥料の感じです関係ですね。でちょっと問い合わせをいたしましたら、やはり全農を通じて、全国各地にそのいわゆるカルシウムが主ですけども、ミネラルも入って、非常に田んぼにも有効に使ってるし、ちょっとそれもネットで見ますと、根っこが非常に太くて、台風などにも強いというような効果も出ているように聞いております。でもう一つ、また当地のご当地の話をさせてもらいますけれども、やはり辰野の場合は、当然、羽賀町の方から揖保川を通じて、きれいな水が、まあ、流れております、そういったような中でですね、海でできたその肥料を山に、まあ、広葉樹もそうでしょうし、果樹園もそうでしょうし、稲作もそうでしょうし、そういったようなところにまくことによって、水質なり、ましてや土壌が良くなるということは、水質が当然ながら良くなるわけですから、そういったような本来の巡回型のものの考え方をするならば、私は非常に、あ、さすが辰野市はやってるなというような気に、私自身はなります。まあ、それも含めて、どうか今後、まあ、考えていただきたいなと、そのように思います。それから、次にその消防の関係をいきますけども、まあ、実は私自身も2年ほど前に、少年消防クラブというのを、ちょっと何かで、確認しました。で、その時に、おいいことやなと思って、実は思ってた、そしたらもう、32年前でしたっけ、38年の歴史があるということで、いや、私はなかなかもう、世間知らずというか、知らなかった、もうそれは大して失礼だったなと、そのようにも思っております。ただ、ちょっとお聞きしたいんですが、まあ、避難でしたっけ、
辰野と大使というのがくくりでしたね。で現在というのは私新宮でその少年たちを聞いたことがないんです。現実今47名大使と辰野ですね。で辰野はまあ32名とおっしゃったんですけど、その中で例えばどことどこの小学校が基本ですよという捉え方なんですか、それともいや広くこういう形で入隊というんですか、入団というんですかしてますよというか、ちょっとその点だけ教えていただけますか。総務部長。はい、学校単位ではありませんので、辰野消防それから大使消防の範囲で募集をして、そのだけの方がやろうということで子どもさんが、ね、参加されているということなので、学校単位で、その固まっているわけでもございませんので、なお32名です、ね、の内訳というのはちょっと今手元にはないですが、はい、そういうことです。22番横田勤議員。私何かの募集のパンフレットを見ましたら、学校へ申し込みをするというような内容を見たように思うんですけど、それは違ってますか。はい、総務部長。申し込みはですね、やっぱり学校を通じてということにはなっていると思うんですが、で、すみません、今ちょっと、人数分かりませんと申し上げたんですが、32名のうちですね、辰野地域がやっぱり多いようです。ただ、新宮、揖保川、三津、それぞれ加入をされております。何人か多い。はい、ですね、ちょっと小学校単位なんで、ちょっと、順番に言いますと、辰野小学校が、6名、小宅7名、一歳東7名、一歳西1名、揖保2名、本田2名、新宮小学校区が 1名、神戸が2名、三津が4名ということになっております。はい、22番横田勤議員。はい、ありがとうございます。辰野だけに例えば災害が来るわけでもないし、火事が行くわけでもない、もう当然ながら辰野市全体で、こういった取り組みが必要じゃないかなと。で思い起こせば私たちの小学校の時代にはカチカチって火の用心で回った記憶があるんですけども、部長あたりはもう年齢どうか分かりませんけども、そういったようなもともと正せば何か笹川さんの発案か何かそういったようなことのようにも聞きました。それはいいんですけども、基本的に我々本当に火の用心なんとかかんとか言って回った記憶があるんですけどね。そういう子どもの時から、防火火の用心をするというような意味で回ってたんでしょう。だそういうことについてはやっぱり大切なことだと思います。ですからそれが一つのこの少年消防クラブにつながっていったんだろうと思います。ですから先ほど言ったように、できるだけもう個人のことですから分かりませんけども、できるだけやはり広範囲の小学校区の中でまずは声かけしてもらって、新宮一人とおっしゃったんですが、できれば、それなりの人数がそこそこの学校にでから寄っていただいて、その中で初歩的な、防災防火の訓練なりというようなことに励んでいただきたいなと、そのように思います。それからもう一つ、ちょっと私自身ももう消防士とか消防団とかいうふうな指導の関係でちょっと言いましたけども、具体的にはどんな方がその子どもたちの指導に当たっているんでしょうか。はい、総務長。各消防署もですね、職員が当たっているということで、特に消防の中の何かとか、それはちょっと把握をしておりません。22番横田勤議員。はい、はい、前からそれこそ教育庁の方にもよく自然学校とか
テントの話もしましたけども、まあ、そういったようなことで、ちょっとそれはそれますけどね、実際のところ、できるだけ、いろんな経験を、その、いいリーダーのもとでね、することによって、やはりいろんな形でのその経験が、後々のプラスになっていくんじゃないかなと、そのように思っております。まあ、西有馬消防組合の方も、素晴らしい消防士もたくさんおられるし、まあ、消防団自身は少し、人数は減っていると言いつつも、なかなか歴史伝統がある消防団ですしね、そういったような方をが、少しでも子どもたちに防火防災の経験を積んでやろうというような思いでですね、ぜひともこれからも取り組んでいただきたいな、そのように思います。まあ、とりあえず一つのきっかけとして今日、まあ、お聞きをしたわけです。ですから、まあ、その地元の、まあ、産業廃棄物の再利用と、それから地元の子どもたちのいいきっかけになる消防少年クラブと、少年消防クラブということを、これからも行政としてもどうですかね、まあ、うまく利用して、ちょっと話今思い出しましたけども、今回のその震災、3月11日の震災の時もですね、ちょっとテレビで見ましたけども、舞子高校 の、 防災科かなんかありますよね、そこを卒業した方が、遠くの方に行かれて、ちょっと場所は、確認してませんけども、向こうでいわゆる起業をして、その起業をしたこと自身もやはりその震災に関する形での会社を経営していったというようなこともあります。いろんな形でその方はやっぱりその年齢的に言いますと、その東日本のことがやっぱりすごくこう刺激的というんですかね、なって、そういう思いの中で向こう行かれたんだと思います。それこそ人数が何人いるんだとか、そういうことは分かりませんけども、少しでもそういうような形で、結果的にそれが自分たちのふるさとなり町を自分たちがやっぱり守っていこうという思いを、まあ、育てていってもらえるような、少年消防クラブに作ってほしい、育ててほしいなと、そのように思いまして、これで質問終わります。以上です。